はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はまたまたチャット GPT の API を使った僕の開発ソフトチャットエキスパート、これがですねバージョン 1.80 になりました。何が大きく変わったか、今回はですねなんとなんと喋るということになったんです。 TTS と言いまして、テキストトゥスピーチ、この頃はこういう風に呼ぶこともありますが、いわゆる音声合成の技術です。そして文字が喋ります。今回はまず今日まで 1.0 から 1.8 まで伸ばしてきました。ですから総合的な解説というのをさせていただきたいと思っています。まずはインストールのところからです。概要欄より僕のダウンロードのサイトに行ってもらうとこのような画面になっています。そしてずっと降りていったところに茶色の大きなボタンがあります。ここからダウンロードができるようになっています。冒頭に申し上げておきますが、このソフトは基本的に無料です。オープン AI 社と契約をするチャット GPT API の利用料というのがいります。その利用料というのは月に1000トークン、分かりにくい方には1000文字近くというふうに考えていただいていいと思うんですけれども、それで 0.0002 ドル、この契約ですので、僕が今使ってみたところ、ざっとですけれども、僕の場合開発をしてたとしても100円前後です。ですから本当に缶コーヒー一杯で十分ですね、1ヶ月楽しめるんではないでしょうか。特別な利用、これから GPT-4 というのができてきて画像などが扱えるようになります。そうなるとまた違うような価格になると思うんですけれども、今は缶コーヒー一杯ぐらいで楽しめるということです。その API については、サイトの一番下のところにですね、どのように取得するのか、動画と、そしてここに解説ですね、これをクリックしていただいたら大きくなります。文字での情報でいい方はこれで 1,2,3,4,5,6,7 この順番にやっていただいたらいいと思います。そうしましてダウンロードボタンを押しますと、このようなドロップボックスの画面になりますので、ここでこのダウンロードをしてください。多分皆さんの場合ダウンロードホルダーに入るんだと思いますが、その他の方はご自分で分かっていると思います。ダウンロードをしましたら、この今青く反転していますところのように、村長チャット180EXE というのが出てきます。この動画を撮影している時点で 1.80 というバージョンですので、またですねこの後見られる方はバージョン 1.9 になったり 2.0 になったりしている可能性もあると思います。そしてこれをダブルクリックして回答をしていただくと、この村長チャット180、これがフォルダーとして開きますので、このフォルダーはどこにあってもいいです。ですからご自分の好きなマイドキュメントとか、そういうところにフォルダー越し持っていってください。そうしますとこのように3つのファイルができています。この3つのファイルがあって利用ができるんですが、1回目にこのチャット EXE を起動しましたらフォルダーができます。ちょっとやってみましょう。はい、立ち上がりましたね。そうしましたらここを見るとこのようにヒストリーというフォルダーができています。ここには皆さんがここでやった履歴が残るように作っています。このフォルダーも大事ですので消さないでください。そしてちょっと注意点なんですけれども、回答やインストールをしようと思いましたら、このような青い画面でセキュリティの画面が出る場合があります。僕の方ではウイルスのチェックもしっかりしていますので大丈夫なんですけれども、このようなフリーウェアではですね、なかなかマイクロソフトの審査というか、そういうのがとっても時間がかかったりしますのでですね、当面はこの画面がどうしても出ると思います。ここで実行しないしかボタンがないんですけれども、
この詳細情報というところを押していただくと画面は切り替わりまして、このような画面になって実行というのが出てきます。この実行がどうしても出てこないという人は、この画面の下なんかにスライドバーがあって横に行ってて見えない、ただそれだけですので、必ずこの実行は出てきますので安全ですから開いてください。そういう風になっています。その他にもセキュリティソフトとかをお入れになっている場合は、そちらの方の保護がかかる場合もありますので、そちらの方は各ソフトのマニュアルなんかを参考にしてください。じゃあこれから僕のソフトの解説をしていきたいと思います。基本は画面の下に文字を入れてチャット GPT に聞くという動作です。ちょっとやってみましょう。こんにちはと打ちます。はい、このようになりました。今回のバージョンから新しくなった機能としまして、サウンドのオンオフができるようになっています。ここでサウンドオンを押しますとピッとかいうような音が鳴ったり、そして今回目玉の TTS、 いわゆるしゃべるというのができるようになります。ここでもう一度こんばんはと打ちます。そしたらはい、ピコッとなりましたね。でまたちょっと音の違うピッというのがなります。わかりやすいですよね。そして僕のモードはいろんなモードがあります。そのいろんなモードというのは右クリックでこのように出していただくんですけれども、まあだいたいこう見ていくとわかるんですが、専門家メニューというところにはいろんなエキスパート、このソフトのタイトルでもあるチャットエキスパートというエキスパートがたくさん出てきます。そしてその他にも趣味暮らしメニューというのがあって、ファッションとかアウトドアとかそういうものに専門的に回答がうまくなるというモードです。あとは関西おもしろチャット、大阪のおばちゃんとか、そして方言とかいうのがあります。例えば方言をやってみましょう。大阪弁、おいしいラーメン知ってるとこう打ちました。このように返ってきます。見ていただいた通り、え、ほんまに美味しいラーメンのおすすめやで、まずはとか言ってですね、やなとかいうような言葉でですね喋ってくれる、これが方言モードです。いろんな方言があります。そしてこういうカスタマイズの中で、これ2つ目のポイントとしてとっても重要なことなんですが、僕のチャットエキスパートは皆さん好みのこういう、例えば方言でも僕が作っていない方言があったりですね、そういうことが自由に自分で作れます。エキスパートもそうなんですが、このように右クリックをしましてユーザーシステムロールというのがあります。これをするとですね、皆さん好みのチャット GPT が出来上がるんです。今はサンプルとして多角的な情報を日本語で丁寧に解説する自然言語生成アシスタントです。このように無難に一般的なものを書いています。この上に見本が書いてあります。関西地方の和歌山弁を必ず使って回答する自然言語生成アシスタントです。和歌山弁の独特な表現や言い回しを使ってください。このようにこの下を書き換えていただいたり、上にも参考が書いてありますが、何についての専門家で、そしてどんな言語で回答してほしいか、自然なおしゃべりのアシスタントなのか、文章を要約したりするビジネスに使うようなアシスタントなのか、もしくは翻訳に強いようなアシスタントなのか、それらをですね、皆さん好みに一度やってみてください。またこれのヒントなんかもいろんなことが今後出てくると思いますし、近い将来はこういうものの掲示板ができれば楽しいなというふうに思っています。そして皆さんはこれがうまくいって、なかなか今回のシステムロールうまくいったぞと思えば、コピーして、そしてメモ帳なんかに貼り付けて、また違うのを作っていただいて、いろいろ使い回しして10パターンぐらい作っておけばですね、かなり自分好みなチャットエキスパートが出来上がる。これがカスタマイズ性ということです。次に
今回目玉のしゃべるという話をしたいと思います。このしゃべる話は TTS というボタンをチェックを入れておきますとしゃべるようになります。そして基本は英語だけがしゃべるようになります。日本語もしゃべってほしいなと思うときはこの日本語にチェックを入れていただきます。そして英語をしゃべるときちょっとゆっくりめに喋ってほしいなという英語初心者の方のためにスローというのを作りました。まあ 80% ぐらいの速度になるだけですけれども、ちょっとゆっくりめで分かりやすい英語で喋ってくれます。ではやりますが、僕のモードには日本語英語ダブル回答というようなモードもあります。一回まずは履歴を消去しておきます。はい、確認ボタンが出て OK するとクリアになります。さあもう一度こんばんはと打ちます。こんばんは、何かお困りのことはございますか？ Good evening, how can I help you? このようになりました。今度はもう日本語は喋ってくれなくてもいいよという時はこれを取っておきます。そして釣りって楽しいかな、このように打ってみました。I think that fishing is different depending on the person's preferences, personality and circumstances. However, it is also said that fishing, where you can spend time relaxing while facing nature, has a relaxing effect. In addition, there are variations of fish species and fishing methods in fishing.And there are new discoveries. So many people enjoy fishing itself as a hobby. はい、このようにですね、ネイティブな英語で話をしてくれるということです。日本語のチェックは通常は外しておくと便利かもわかりません。でも日本語も喋らすようにした理由というのはですね、目の不自由な方、こういう方にも使っていただけるチャットエキスパートになってほしいな、そんな思いも込めてのことです。そうしまして、今度は皆さんこんなこと聞いたことありませんか？チャット GPT って英語で質問する方がより精度が高いよということです。そういう場合のためも考えまして、入力欄を翻訳することもできるようにしています。例えばこういうような質問があったとします。花はどんなのが好き？これをですね、英語にすることができます。それはコントロールを押しながらエンターもしくはファンクションキーの1番です。それをやっていただくと What kind of flowers do you like? このようになります。今まあ TTS がチェックになっていたからこうですけれども、これを今度はサンキューというふうに変換だけされました。このように入力欄を英語に変えるということもできる。これも僕のソフトの強みです。そうしまして、またこれも第3のですね、今日の目玉です。本家チャット GPT でも左の端の方に履歴というのが残りますが、これがですね、なんか調子が良くないですよね。例えばちゃんと入れたはずなのにタイトルがついたり、ニューチャットになったり、ニューチャットばっかりがずらーっと並んでですね、それも履歴が10個ぐらいしかないのでですね、前のやつと思った時にとっても困ります。でもですね、僕のはもっと便利です。ここで右クリックをしまして、履歴を保存というふうにします。はい、これでどうなったかというとですね、先ほど言いましたこのヒストリーホルダーの中にこのように日付と時刻と、そしてこんばんはという先頭の文字約20文字分がファイル名となってこのようになります。そしてこれは HTML となっていますように、 HTML で開くんです。ということは Chrome ブラウザーとかでも見れるということです。ちょっと見てみましょう。はい、エッジで立ち上がりましたけれども、このようにですね、ブラウザーで見れるということです。もちろんブラウザーだけじゃなくて、このチャットエキスパートででも見れます。一旦履歴を削除します。
白紙になりましたが、ここで履歴をロードするというのを選んでいただきますと、このようにファイル選択画面が出てきますので、これをクリックしまして開くとしますと、ここに再現ができます。ただしですね、チャット GPT 本家がどのような形で話題を覚えているのか、それはちょっと分かりませんけれども、僕のソフトは話題を覚えているわけではありません。ですからどうしても続きというのが欲しくなったら、このように選択をしまして、そしてこの下の入力欄に貼っていただきます。そうしまして、最後にこのような話題の続きをしましょう、わかりましたか、わかったらはいとだけ回答、このような話題の続きをしましょう、わかりましたか、わかったらはいとだけ回答というような感じで後ろにつけていただくと、はい、お話できることを楽しみにしていますというふうに出ます。まあ今ですね、ダブル回答モードでしたのでこうなってますが、標準にちょっと戻しておきます。だいたいですね、やれることのすべてに近いものをお話ししましたが、この右には時刻時計もありますから、とっても便利ですし、バージョンアップになっていないかということを確認いただくときは、このウェブサイトというボタンを押してください。そうしましたら、この僕のダウンロードしていただいたサイトにですね、飛んでいきますので、あ、バージョン自分のより新しいなと思ったら新しいものをダウンロードしてください。ただしですね、チャットの履歴とかが必要でしたら、そのホルダーは大切にどこかに保管していただいて、またこのソフトを動かすホルダーの中に入れてください。ヒストリーというホルダーです。そうしまして、僕のソフトのもう一つの特徴をお見せしましょう。このソフトは一つだけではなくって、同じチャット EXE を起動しますと、二つ以上立ち上げることができます。こういう感じですね。そしてこちらはですね、例えばお遊び用にですね、複合顔文字というようなモードにしていただきまして、こちらはですね、このようにダブル回答とか英語回答、もしくはエキスパートモード、そういうのを選択していただくということができるわけです。これがとっても便利なところでして、左から右へコピーをしたりとかいうこともできますし、こちらは楽しいですね。このように打ったとしてもですね、こんにちはとか言って顔文字が出てきましたよね。こんな風に右はなんとかモード、左はなんとかモード、そんな便利な使い方もやってみてください。さあ、それではですね、僕の口からは言いにくいんですが、多分今は日本一、世界一に近いほど便利なチャット GPT だと思います。ただし今は Windows 版しかございません。 Mac の方はごめんなさい。ですから頑張ってですね、これで YouTube がバンバンバズってですね、 Mac を買えるかな、そんな日が来たら嬉しいなと思う今日この頃です。無料の村長チャットエキスパート、ぜひとも使ってみて、そしていろんなご意見とかをください。今回の履歴を保存、そして呼び出すという機能は YouTube のコメント欄に書いてくれた人のアイデアで僕は作らせていただきました。あと喋ってる時に止めたいとかいう要望もあるんですけれども、これはですね、昨日からも随分やってるんですけれども、なかなか、うまくいかなかったりとか、まあそういうことで、僕もですね、十数年前まではプログラムが仕事だったんです。でもそこからはですね、僕は今は音楽のサウンドエンジニアをやってるんですけれども、まあこのプログラムというのは今は本業じゃないんですね。趣味のようにして作っております。皆さんその辺のところも手ゆるくですね、扱っていただけたら嬉しいなと思っております。皆さんに楽しい AI 生活がやってきますように。
そしてこれからの未来に対応して楽しい人生が送れますように、そんなことを思って僕は無料開放することにしました。今後ともよろしくお願いしたいと思います。じゃあまたね。